どこからでも飛んでくる千尋ロケット大山千尋選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はちょっと残念ながら2着でしたけども、はい、モーターは変わらずいいですか。はい、出てると思います。もう各コーナー各ターン飛んでるもんな、ほんまに。いや、飛んで俺飛んでいくんちゃうかな。失敗して、はい、失敗して飛んでましたけど。 あれは失敗して飛んでんや、はい、失敗しました。それは飛ぶつもりちゃうかないうぐらいの豪快なターンで。どうですか。2020年、はい、今年は日本は東京オリンピックが行われるということで、はい、もう今年入って盛り上がってますけど、はい、大山選手は、オリンピックで注目している競技とか、選手います。そうですね、やっぱ陸上とかすごく見ますね。あ、陸上見んや、はい、ご自身してたとかそういうことではない。そうですね、陸上部だったんで。陸上部やった、はい、陸上部顔やもんなと思った。全然、運動落ちですよ。運動落ち、はい、何してた陸上部は。まあ、短距離ですね。短距離です、はい。じゃあやっぱり短距離とかやっぱりちょっと必死になってみる。あ、見ますね、はい。今年はほら 100m 今まではね、あのウサインボルトがいたけど。あ、そうですね。今回はいないから、もう誰が主役になるか分からへん。あ、そうですね。どう、そのなんか昔陸上部やってた経験みたいなのがボートレーサーになって生きるとかってことある。直接こうスポーツがですね、生きることはないですけど、うん、そのなんかスポーツする中でやっぱ人よりすごいやらなきゃいけないとか、うん、っていう考え方とかは本当すごい生きてると思います。あ、はい、考え方がな。そうですね、はい。でも運動音痴やったって言うと、ほんまに運動音痴なの。めっちゃ運動音痴です。マジで、はい、めちゃくちゃ運動神経悪いです。ボートレーサー、こんだけ今ブイブイ言わしてる大山千尋が運動音痴なの。運動音痴ですね、はい、あんま関係ないと思いますけど。あ、ボートは、はい。でもやっぱりバランスとか体幹がいいやろな。でもどうなんですかね。今自分自身でどう、今の自分の活躍、結果、成績、振り返ってみて、上出来？結果としては、うん、去年も、うん、いい結果だな、だったなとは思うんですけど、うん、実力的には、全然ですね、うん、まだ全然ですね、全然全然です。目指してるとこ高いな。あ、そうなんですかね、それでも SG 行きたいと思ったら、本当、成長したななんて全然思えないですね。やっぱり目指してるところはもう女子トップではなく、大会のトップに上り詰めたい。そんな恥ずかしいですけど、うん、でもまあせっかくなったんで、うん、やっぱり SG でですね、活躍したいと思いますね。やっぱり取りたいレース SG。もう夢ですけどね、本当に、はい、いやいや、だいぶ言うたって、まずは出ることが難しいところが出れるんやからな。本当、ね、だから去年、まあ、すごい結果とかをこう、まあ、言ってもらえたりしますけど、うん、やっとスタートラインに立ったなって感じでした、うん、去年は SG に初めてまあ行けて、うんうん、やっとスタートラインでした。どうやった、23歳女子 SG のあの強者たちの中に入って。楽しかったですよ、本当に。楽しかった、本当に楽しかったです。緊張とかなかった。緊張するような、うん、なんていうんですか、プレッシャーというかですね、うん、とかないじゃないですか、うん、勝てたらラッキーなんで、うんうん、そんな、はい、そういうのはなかったです。まあ、九州の先輩もたくさん強い方がおられるから ね、はい。まあ、その辺のまあチームワークというか、支部のチームワークもあると思いますけど、そうですね、はい。まあ、でもすごい活躍やな、大変やろ。でも今だって広報一手に引き受けてるようなもんじゃん今。いや、もう本当ありがたいですね。まあ、今だけだなと思って、いやいやいや、やらせてもらってます。もうどんどん強くなって、それこそね、一般社会にもやっぱり大山千尋ここにありというところまで。そうですかね。言ってもらわんと。そんな大それたことは無理ですけど。いやいやいや、大丈夫。今節、まあ、まだ2日目ですけれども、はい、だいぶ手応えあるんじゃないですか。はい、出てますね、うん。じゃあ明日以降、たくさんの方が本庄に来てもらえるように大山千尋からメッセージを。そうですね、明日、まあ、1着だけ目指して頑張ります。よろしくお願いします。大山千尋選手です、ありがとうございました。ありがとうございました。